金シャチ競馬第6競争 C 級2022ヤングジョッキーズシリーズヤングジョッキーズファイナルラウンド名古屋の第1戦1500メートル10頭で行われます。金シャチ競馬第6競争2022ヤングジョッキーズシリーズヤングジョッキーズファイナルラウンド名古屋第1戦を迎えます。1500メートル出走馬は10頭、単勝1番人気は10番サルセルが 2.2 倍、2番人気2番バーニングさん 4.0 倍です。最後はサルセル1番人気に押されました。スタートしました。先行争い、さあまず内から1番リアルディール、さあ1番のリアルディール泉谷風磨先行、しかし外の方から10番サルセルが行きました。サルセル水沼元気先行作、そして8番ローゼオ長島まなみ2番手、6番の YG チャンプ浅野光大3番手で1コーナー、外に3番東方クリスタル及川烈、一番外は7番北のパフュームであります。大木かける線を通過、1番のリアルディール泉谷風磨、そして外からは9番オリビアバローズ川端海斗向こう上面です。さらに外から4番ディアブレリーが上がっていきました。野畑亮、さらにはその後ろからは内をついて2番のバーニングさん大山龍太郎、そして間に5番のマルカフロンターレ長野武蔵であります。前は残り600を通過して先頭は7番の北のパフュー、10番のサルセルが先頭であります。サルセル先頭で3馬身のリード、8番のローゼオ長島まなみ、そして6番の YG チャンプ浅野光大3番手、4番手ドット固まって内から2番のバーニングさん大山龍太郎であります。さあ先頭は10番サルセル、水沼元気が4馬身ぐらいのリード、そして2番手から2番バーニングさん大山龍太郎が上がってくる。さらには長島まなみローゼオが踏ん張っております。さらに間を割っては YG チャンプ浅野光大、先頭はサルセルゴーリ、10番のサルセル水沼元気騎手30ポイントを獲得、そして2番のバーニングさん追い上げました。大山龍太郎2着入線、その後は固まって5番のマルカフロンターレ長野武蔵に粘る8番ローゼオ長島まなび、そして6番 YG チャンプ浅野光大も差を詰めておりました。第6競争ヤングジョッキーズファイナルラウンド名古屋の第1戦1500メートル10頭で行われました。先頭で10番サルセルが抜け出してリードを4馬身ぐらい取って、2番手広がる中2番バーニングさん大山龍太郎差を詰めておりました。あとは8番のローゼオに最後5番マルカフロンターレ、間に6番 YG チャンプと3番手グループ、人気に応えました。10番のサルセル水沼元気騎手30ポイントを獲得、そして2番のバーニングさん大山龍太郎2着入線です。3着には5番マルカフロンターレと長野武蔵騎手、4着には8番ローゼオ長島まなみ騎手、さらに5着に6番の地元 YG チャンプ浅野光大騎手。勝ちタイムは1分38秒16レースは勝ちました。10番のサルセル通算2勝目、沖田明子厩舎の管理はエスポアルシーの3組スの3歳馬、勝利したのは JRA 水沼元気騎士でありました。勝ち時計は1分38秒16レースは当番7番5番で点滅、レース確定のご案内までもう少しお待ちください。
第6レース払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式10番220円、副賞式1着10番110円、2着2番120円、3着5番200円、ワイド2番10番230円、5番10番410円、2番5番540円、馬番連勝複式2番10番410円、馬番連勝単式10番2番720円、枠番連勝複式2と8の組450円、3連勝複式2番5番10番1050円、3連勝単式10番2番5番3250円。以上でございます。